order beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Wanu Music Life presents 青山 Rock and Roll Radio.始まりました青山ロックンロールレディオ。ワーナーミュージックが発売している数多くの魅力的なタイトルからそのよりすぐりを紹介するインターネットラジオプログラムです。お相手は宮地純一です。本日も皆様に耳寄りな情報と素晴らしい音楽をお届けします。さあまず本日の1曲目でございます。レッドセッペリンいってみましょう。レッドセッペリンといえばですね、欲しいですね、いわゆる1から3と言われるあの素晴らしいアルバムのコンパニオンディスク付きのデラックスバージョンがですね出てですね、話題騒然となっておるわけでございますが、早くもですね今年の秋にですね4と5が出るというそういう情報がですね正式にアナウンスされましたということですね。この4、5はですね期待したいですね。特に4はですね日本で一番売れたアルバムなんじゃないですかね、歴史上ですね。まあこれから初めて聞いたっていう人もレッドセッペリンですね、聞いたっていう人も数多くいると思います。今日はですねそれにちなんでですね曲かけたいんですが、普通のものをかけても面白くもないんで、ワーナーパイオニアという我々のですねワーナーミュージックジャパンの前身の会社がありまして、そこが、70年代にオリジナルアルバムをリリースしたんですが、 P の8000番台という、番号帯で出たんですが、そのアナログをかけてみたいと思います。このアルバムを代表する曲です。私も大好きです。聴いてください。レッドセッペリン、ブラックドッグ。Baby, baby, 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 baby
レッドセッペリンでブラックドッグ聴いていただきました。アナログで聴くとですね、また迫力があっていいですね。私が今ですね、制作に勤しんでるのは何かと思いますと、9月の10日に発売になりますマスターズ・オブ・ポップの25枚でございます。25枚今一生懸命制作しております。これはですね、第3弾でございまして、いわゆるオールディーズの名盤を25枚選んでですね、それをリマスターして、1000円というですね、廉価で皆様にお届けするものでございます。今回はですね、先ほどですね、ワーナミズグループにジョインしたですね、旧パラフォン、マスターということで、ルーレット、コルピックス、エンド、ジ、マラ、そういう人がですね、ジュビリーとかですね、そういう昔ながらのレーベルの名盤がですね、いっぱいここに今日ここで、皆さんに紹介 したいわけでございますが、まあ25枚全部かけられないので、ゆっくり1曲ずつやっていきたいなと思っております。今日はですね、おそらくいわゆるガールグループスの始祖と言われる存在でありますシャンテルズ、聴いてみたいと思います。この人のですね、この8切れんばかりのボーカルはですね、それ以降のガールグループのですね、相当影響を与えたんではないかなと思います。フィルスペクターのクリスタルズとかですね、そういう人たちの影響も見て取れます。聴いてください。ザ・シャンテルズ、メイビー。シャンテルズ、メイビー、聞いていただきました。約2週間ぐらい前ですね、私久々にロサンゼルスに行ってまいりました。まあバケーションだったんですけれども、一度ロサンゼルスに行ったら行ってみようという場所がありました。それはですね、ジョシュアトリーという場所です。ロサンゼルスから東にですね、約2時間車で行ったところ、東京からすると浜松ぐらいまで行ったような場所なんですが、そこはですね、いわゆる砂漠地帯なんですね。まあ砂漠ではないんですけれども、荒涼としたもうとにかく谷みたいなところでございまして、そこにはそのジョシュアトリーというですね、なんか奇妙な
木がいっぱい生えてるんですね。まあなかなか想像できないような場所です。暑いです。もうね、熊谷とかですね、館林、多治見とかですね、そういうところは目じゃないっていうぐらい、おそらく45度ぐらいあるんじゃないですかね。結構多湿でございましてですね、まあ夫婦行っちゃうんですが、そんなところでなぜ私が行ったかというとですね、それはですね、私の敬愛するグランパーソンズのゆかりの地だったからですね。グランパーソンズはですね、いわゆるカントリーロックの始祖と言われておりますけれども、バーズ、フライングブリッドブラザーズ、そしてソロということでですね、相当未来を嘱望されてたんですが、1974年にですね、なんとこのジョシュア・トゥリーで、まあ薬のオーバードースでですね亡くなってしまったんですが、彼はですねロサンゼルスに住んでいる時にいろいろこう煮詰まったりするとですね、このジョシュア・トゥリーに出かけてですね、なんかこう精神をもらうっていうかですね、何かこうその土地が持っているこうなんていうんですかね、このパワーみたいのをですねもらうということで、よく来てたらしいんですけれども、その1974年の9月にもこのジョシュア・トゥリーに来て、ジョシュア・トゥリー・インというモーテルで泊まってたんですが、なんとそこでお亡くなりになられたわけでございます。ということでですね、そのモーテルがまだ存在しているということで行ってみました。そしてですね、そのジョシュア・トゥリー・インの中の8号室というものがですね、これこそがグランパーソンズがお亡くなりになった部屋なんですが、その部屋がまだ存在しておりますということでですね、毒を食わらば皿までということで、そこに泊まってまいりました。何かが起こるんではないかなと思ってですね、じっとこうビールを飲みながら待ってたんですが、そのうち時差でですね、もう眠ってしまいましてですね、もう何も起こることはなかったんですけれども、まあ非常に面白い体験でした。そこにはですね、エミール・ハリス、彼と一緒に活動してたんですが、エミール・ハリスの泊まった部屋もありましてですね、まあ、カントリーロックファンだったら一度は行ってみたいところなんではないかなと思いました。で、その彼にちなんだ曲をかけてみたいと思います。遺作となりましたグリービアスエンジェルというのがあるんですが、その中に、エミール・ハリスとデュエットしている曲があります。エヴァリー・ブラザースなんかで有名なんですが、ラブハーツ聴いてください。
グランパンさんデュエット with エミール・ハリスでラブハーツ聴いていただきました。青山ロックンロールラジオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしています。さあ、ここからはですね、制作担当者自らが登場し話題の新譜を紹介するコーナーです。今回はですね、ワーナーミュージックジャパンの重鎮でございます。野球で言えばですね、ベイスターの三浦大輔さんのようにですね、もう大ベテランでございます、岡野俊一さんに聞いていただいております。岡野でございます。よろしくお願いいたします。さあ、今日岡野さんにですね、はい、紹介していただくのは今度の、8月の20日にですね、はい、以前から、話題に上ってますパワーフォーミュージックグループというのが、はい、昨年、ワーナーミュージックジャパンに参りまして、うん、そこのですね、代表的なアーティストのベスト版を今回、うん、特別価格、まあ、税抜き1300円で出そうという企画でございます。1枚ものですね。1300円安いですね、はい、全50タイトルというですね、結構な数じゃないですか。見るとですね、うん、非常に素晴らしいアーティストがいっぱい入ってるというですね。例えばどんな感じなんですか。例えばですね、新しいところで言うとブラー、あ、結構新しいの入ってるんですね。カイリー・ミノーグ、ダフトパンク、ダフトパンク、はあ、今年はグラミー賞で非常に話題を呼んだ。そうですよね、はあ、今はちょっと他の会社に移っちゃってますけども、その以前のね、以前のね、はいはい、レパートリーで、構成されたベストですね、うん、それからデュラン・デュラン、うん、UFO、うん、モリッシー、ジェフ・ベック、ペットショップ・ボーイズ、シャーリー・バッシー、ダイアナ・ロス、ティナ・ターナー、オリビア・ニュートン・ジョンからですね、うん、まあ、ちょっと我々の世代では非常に人気の高い、先日も来日いたしましたスージー・クワトロ。スージー・クワトロさん、はい、ラックレコードです ね、 そうですね。でもなんか今のねラインナップ聞いてると、うん、まあ、私長くワーナーミュージックグループで仕事させていただいてるんですが、よくぞこういう、ね、ラインナップがワーナーミュージックグループに加わる、まさかですよね、うん、いやでもそれがもうこんなに安く手に入るっていうのはいいことですよね。本当に。で、まあ、ちょっと今年は、ビートルズがね、うん、アメリカを侵略して50年ということで、はい、まあ、その辺の周辺のアーティストも、まあ、パワロフォーミュージックグループいっぱいおりますので、うん、例えばですね、アニマルズ、はい、ホリーズ、マンフレッドマン、ハーマンズ・ハーミツ、ジェリー・アンド・ペースメーカーズ、ビリー・ジェイ・クレーマー、うん、ダコタスね、ピーター・アンド・ゴードン、すごいっすね。これいわゆるマージビート系、こっそり出るわけですね。こっそり出しますね。これはいいっすね、はい、まあ、それからちょっと、まあ、ワールドモンですけれども、うん、エディット・ピアフ、フランスものね、シャンソンの女王、エディット・ピアフ、でギタリストのクロード・チアリ、オーケストラでフランク・プルセル、アダモとかですね、この辺も出ます。かなりこれ幅広の旋盤ですね。そうですね、非常にいわゆるロック系だけじゃなくてポップスもあれば、そういういわゆるこのアダルト向けのそういう伝統的なアーティストもあるという。でまた新たにね、うん、新編成されたベスト版も入っていると。はい、そうですよね。じゃあ、その中からちょっとまず一曲聞きましょう、はい、何しましょうか。先ほどもちょっと話題に上りました、うん、ビートルズが、うん、アメリカに進出して大成功された1964年、うん、今からちょうど50年前、はい、東京オリンピックが開かれた年にも、うんうん、全米ナンバーワンを飾ってですね、うん、マンフレッドマンの Do a Diddy Diddy、
ジェフ・バリーとエリック・ウィッチのね。そうこれまさか、まあ、あのワナミグループに来るとはね、思わなかったですね。それぜひ、それでは皆さん聞いてください、マンフレッドマンで Do a Diddy Diddy。 There she was just walking down the street singing Do a Diddy Diddy Dum Diddy Do, tapping her fingers and shuffling her feet singing Do a Diddy Diddy Dum Diddy Do. She looked good, look good, she looked fine, look fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing Do a Diddy Diddy Dum Diddy Do, holding my hand just as natural as can be singing Do a Diddy Diddy Dum Diddy Do. We walked on, walk on to my door, my door. We walked on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing Do a diddy diddy dum diddy do. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing Do a diddy diddy dum diddy do. Well, I'm hurt, I'm hurt, she's mine, she's mine, I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Together nearly every single day singing Do a diddy diddy dum diddy do. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing Do a diddy diddy dum diddy do. Well, I'm hers, I'm hers, she's mine, she's mine, I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. マンフレッドマンで Do a Diddy Diddy 聴いていただきました。やっぱりこういう、こう元気のある曲っつうのはいいですね、はい、あのちょっとこの暑い時にはちょっと暑苦しい雰囲気もあるんですが、でもこれはこのキーボードも入っててね、そうですね。僕は初めてこの曲知ったのは、うん、アンドリュー・ゴールド、アンドリュー・ゴールド、すいません、アンドリュー・ゴールドですね。アンドリュー・ゴールドって結構古い曲やってるんだよね、ラーニング・ザ・ゲームとかね、はい、でもね、選曲のね、なんていうの、そのセンスがいいですよ、そうです、ね、彼のね。アンドリュー・ゴードなんかもちゃんと特殊したりしたいですね。モノ、ね、モノですかね。そうですね、エレクトラですからね。ね、はい、せっかくですんで、あと数枚ご紹介願いたいんですが。はい、それではですね、はい、オリビア・ニュートン・ジョン。オリビア・ニュートン・ジョン。最近ね、娘さんとよくデュエットなんか最近されてますよね。ですね、え、キリエさんって言うんですね。私も2回ほど会ったことあるんですか。お会いしたことあるんですけど。やっぱ綺麗ですか。綺麗ですね。一度はね、うん、2000年だったか、うん、ロサンゼルスにあるシェイクスピアシアターっていうのが、うん、で、マンマミアのプレミアショーがあって、はいはい、そこにですね、LA のですね、有名人がいっぱい集まってですね、うん、セレブが、で、僕はちょっとリチャード・カーペンダーと話していたら、後ろから、うん、はい、リチャードって、ビュッと見たら、オリビア・ニュートン・ジョンだったんです。すごい。びっくりしましたね。あれですね。アメリカの芸能界の世界ですね。びっくりしました。で、2回目は、彼女が来日コンサートで来た時に、その娘さん連れてきて。そうそうそう。で、あそこのホテル、帝国ホテルで、うん、地下で中華を一緒に飯食ったという。すごいですね。すごいですね、俺ね。ねえ、ディナーウィズオリビア。で、その時に、実は、うん、LA で会ってるんですって言ったら、うん、あ、そうなのって言ってましたまあね、覚えてくないよね。覚えてないしね。で、やっぱ彼女の、ベスト版。ベスト版。まあ、うん、アリオリビアっていう感じの、うんうん、ベスト版なんですけど。でも、初期もいいですよ。でも、代表曲も入ってましてですね。はい、まあ多分彼女の、うん、まあこういった曲調の中では一番有名な曲ではないかと、うん、まあ以上その後ね、まあ元気のいっぱい曲がいっぱいフィジカルとかね、ありましたけども、ね、こういう感じの曲が非常に好きなファンもいっぱいいらっしゃると思うんですけども、うんうん、
そよ風の誘惑、 Have you never been mellow。 いいですね、ぜひお聴きたいと、はい、聞いてください、お聴きたいと思います。オリミア・ニュートン・ジョンで Have you ever been mellow。 そよ風の誘惑、 そよ風の誘惑すいません、なんか放題をね忘れちゃうんで、もう最近もうやばいですね、はい、やっぱり彼女は声がいい、そうです ね、 やっぱり天は二物を与えたと本当にいうふうに思える人ってそんなにないですけど、彼女はそのかなり稀な一人ですよ ね、 本当に踊りもできるし、素晴らしいですね。さあもう一枚いきません、そうですか、ちょっとじゃあ、あの今がね、大体、うん、まあ、60年代、70年代ってことだったので、はい、じゃあ80年代になりまして、はい、こちら、これがもうパラフォンレーベルグループの、非常に代表的なアーティストでございまして、デュラン・デュラン、デュラン・デュランね、うん、人気ありましたね、人気ありますね、サイモン・ルボンっていうね、サイモン・ルボン、ギタリスト、ジョン・テイラー、あ、ベースか、うん、ジョン・テイラーですね、うん、ロジャー・テイラーとかね、うん、いっぱいいました。特に日本で人気あったような気がしますね。そう、アンディ・テイラーもね、ギタリスト人気ですね。ね、デュラン・デュランね。で、これはあの旧 EMI なんで、はい、こっそり、ワナミュージックグループにやってきた、はい、ということですね。はい、で、まあ何の曲がいいかなと思ったんですけど、まあ、やっぱり、全米ナンバーワンを取ったリフレックス。うん、リフレックス、これ全米ナンバーワンなんですね。84年4月。わ、はい、そうですか。それ聞いてみたいと思います。はい、デュラン・デュランでザ・リフレックス。
デュランデュランでザリフレックス聞いていただきました。この人たちってまだやってんでしたっけ。やってるんじゃないですか。たまになんか見たりする気がするんですけど、なんだかんだって言いながら、ね、あの今の大体50歳前後の ね、 ね、女性人気ありますね。まだね、好きな人多いですよね。ちょっと一時期サイモン・ル・ボーンが太っちゃったりなんかして、だいぶ最近はどうなんですか。痩せたんじゃないかな、やっぱりね。一応アイドル的にこうデビューしたんで、そうになってないと ね、 ルックスもね、やっぱりちょっと非常に大事だと思います。はい、私もこの50枚のうちの何枚か担当させてもらったんですが、その中でですね、私は当然まあ古いものが多いんですが、ただですね、
過去日本編集で出てなかったベスト版もいくつか、はい、作らせていただいてまして、まあ、ザ・シャドウズ、アルマ・コーガン、そしてヘレン・シャピロというあたりなんですが、素晴らしいですね。ヘレン・シャピロなんかね、日本でね、悲しき片思いとかね、子供じゃないのとかね、はい、恋のハッスルとかね、ヒット曲結構あるんですよ。そうなんですよ。ところがね、日本編集のベスト版がね、今出てなかった。 CD 時代になってから出てなかった。やっぱり日本編成というのは日本だけのヒット曲とか入れられますかね。うん、そうですよね。ということでですね、私はそのヘレン・シャピロをやらせていただきましたが、もうバッチリですね。26曲もしまいました。で、まあここはですね、はい、ユードンとのね、悲しき片思いで行きたいんですが、日本で一回も CD 化されたことがない彼女がですね、書いた曲があります。あ、そうなんですか。で、彼女は普通曲書かないんですが、はい、65年に書いた曲がありまして、それはですね、 He Knows How To Love Me という曲なんですが、結構いいんですよ。あ、そうですか。なんでこんな曲をですね、書ける人がいっぱい書かなかったなと思うぐらい、なるほど、いいです。それでは聴いてください。ヘレン・シャピロで、はい、He Knows How To Love Me。 I know you're tired of hearing me talking all the timeBut there's something about that boy that's just really fun. I used to be the kind who would never lose her mind over someone new. I would never run around with my feet way off the ground like a crazy fool. But that's over now since he came along and made my heart feel so free. Because he knows, oh yeah, he knows howヘレン・シャピロのエッセンシャルコレクションからですね、 He Knows How To Love Me 聴いていただきました、はい、なかなかいい曲でしょ。いい曲です ね、 ね、ええ、初めて聴きました。僕もこれシングル版を持ってたんですけど、はい、うん、聞いたことなくて、この僕が選曲したんですけど、 そうですね、その時にありとあらゆるも聴いたんですが、なんでこの曲を気づかなかったんだろうと。これね、シングルオンリーなんですよ。あ、そうなんですか。アルバムに入っていないんでね。ノンアルバム、アルバムトラック、トラックですね。まあそういうね、ちょっとね、こだわった選曲もありますので、ぜひ皆さんですね、ぜひね、注目していただければと思います。もう8月20日発売ですから、はい、はい、今日はですね、制作担当者岡野さんに登場していただいてですね、8月20日に発売になるスーパーベスト1300、はい、4枚、全50タイトルのうちから4枚を、を紹介してご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
青山ロックンロールラジオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしています。さあこれからはですね、ちゃんたにの魅惑の輸入版コーナーです。輸入版担当のスーパーレイディ谷千佳子さんに魅力満載の最新輸入版を紹介していただきます。さあ谷さん、今日は何を持ってきていただいたのでしょうか。はい、今日は、オーディオウィザージーサウンドバジャージーボーイっていう、あのいわゆる4シーズンズ、ものの、オーディオウィズ G、 G って何のことですかね。これはね、ボブ・ゴーディオの G。 ゴーディオの、はい、はい、で、彼の、いわゆるフランキー・バリー&フォー・シーズンズのソングライターでもあった、うん、彼、そうですね、はい、ピアノを弾きながら、あのフランキー・バリーのあの100年に一度の声と、うん、はい、その作曲能力のあるこのボブ・ゴーディオが一緒になってフォー・シーズンズは、まあ、言ってみれば世界制覇を成し遂げたと。はい、でどうしてもフランキー・バリーがいつ もフロントラインに出るんで、こういう形の作品種って、はい、珍しいです。あのてかないんじゃないかな、ね、歴史上。これはそうですよね、なんかソングライターにこう特化してるっていうところは非常に素晴らしいコンピレーションとなってまして、うん、なんと CD2 枚組、もうこれがもうヒットの多さを、ね、飾ってるんじゃないかと。でもこういうものが出るってのはやっぱりあれですか、あのジャージボーイズのヒット の、はい、のやっぱり影響がちゃんと。そうですね、一応、うん、ライノ、あのサントラックもライノから出るんですけども、あ、ジャージボーイズのね、はい、映画の、映画の見たんですよ。いいですね、僕、素晴らしいですよ。本当これね、あのフォーシーズンズとかフランキーバリー、ましてやボブ・ゴーディオなんてことを一切知らない人でも見れば素晴らしい映画音楽なんで、音楽映画なんで、うん、あのご推薦できます、はい、うん、もう監督もクリント・イーストウッドだと、ね、クリント・イーストウッドさんですよ、ね、でもなかなかね2時間10何分なんですけど、あっという間に終わります。これはね本当にあのかけれなしで皆さんに、あのぜひ見ていただきたいと思いますね。だから、その中でここに出てくるそのボブ・ゴーディオさんがいかにそのフォーシーズンズに寄与しているかということもよくわかります。だから私も実はこの、ね、このコンピレーションを知るまで、あの、うん、逆に言うとボブ・ゴーディオがこんなにすごい人だと知らなかったっていう。いや、ほとんどの人そうですよ、そういった意味で非常にこれは面白いんじゃないかと、うん、まあ、4シーズンズも入ってますし、あ、実際ジャージーボーイズ の、 あのミュージカルの方のオリジナルの入ってる曲も入ってます、うん、だってシナトラの曲も入ってもね、この人シナトラにも曲書いてんだね、1970年ウォータータウンという LP があるんですが、ね、でもそのフランク・シナトラなんてなかなかね、うん、コンピレーションの OK 出さないのにこうやってちゃんと入れてるってことは、やっぱりみんなボブ・ゴーディオのことをね、やっぱり尊敬してるんだと思いますね。もうこれがね、あの同じ曲の2アーティストに分かれてたりですとか、うんうん、これがまたね、あの聴き比べもできるという、うん、まあ、あと時代を経ていかにしてこう、うん、この曲が、あの彼の曲が受け継がれてきたのかっていうのが非常に分かる、いい、じゃあこのコンピレーションから1曲2曲いってきたいんですが、はい、1曲目は何にしましょうか。ショーツショーツ、ショートショーツ、あ、ロイヤルティーンズね、はい、この人ロイヤルティーンズっていうティーネイジャーの時にメンバーで曲も書いて、うん、それがですね思わぬヒットになってしまったんですね。そうなんですね。あ、これはあのいわゆる前にいたバンドなんですね。前にいたバンドです。だから1曲目なんですよ。おそらく彼が、なるほど、あのプロフェッショナルとして名前が知れた唯一の、ってか、あのフォーシーズンの前に、へ、だから言ってみればフォーシーズンのどのメンバーよりも先に、言ってみれば業界にデビューしてるんですね。でもこの曲はですね、まあ、東京を中心とした、はい、あの普通 の、 あのテレビ、深夜番組でテレビの大好きな人からですね、はい、1回は見たという、聞いたというか、はい、見たことのあるものでございます、はい、聞いてください。ロイヤルティーンズでショートショーツ。Man, dig that crazy chick. Oh man.Short shortsWe wear short shorts.
ロイヤルティンでショートショーツ聴いていただきました、ね、あの曲ですよね。そうです、あの曲です、私もロイヤルティンが知らないですよ、映像が浮かぶでしょ。だからねこれ聞くとねなんとなくそういうコミカルソングかなと思うんですけど、まあ確かにね、で彼らのがなんかのねあの当時のテレビ番組に出たビデオが残ってるんですけど、そうなんですか。そうするとね、いきなりその曲を始めると、うん、そのショートパンツの女性がいきなり出てきてですね、これまたね、まあ、ショートショーツですね、ショーツショーツね、ホットパンツです、ホットパンツ、そう、でホットパンツって言葉なかったと思うんですが、うん、そのまさにそのホットパンツ姿で出てきてですね、踊ると、そうドキモキしながらこう演奏してるというね。いやー、元の曲もそういう感じなんですね。そう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 、だからやっぱりあのね、あの深夜番組もですね、オープニングもオープニングも一応それにこう乗っ取った形ですね。でもナイス選曲でございますね。さあそういう形で、まあ、芸能界デビューして、そしてフランキー・ヴァリーと運命的な出会いを果たして、いわゆる音楽監督的なね、側面でフォーシーズンズをずっと長年支えるんですよね、でもあのフォーシーズンのヒット曲も当然のことながら、さっき言ったフランク・シナトラとかですね、いろんな人に曲を書いてるんですね、はい、まあ、2枚組ということで、はい、もう全部なんか紹介しきれないんですが、ね、これ本当にね、谷さんの趣味でもう1曲、はい、というと何でしょう、ベイシティローラーズバイバイベイビーこれね、はい、普通の人は下手するとこの曲はベイシティローラーズのオリジナルだと思ってる方結構いるんで、すいません、私もそうでしたいやそれでいいんですよ、はい、このバイバイベイビーっていうのは実はあの4シーズンのヒット曲なんですが、残念ながら日本ではそれほど当時ヒットしなかったということもあってですね、1973年4年ですね、はい、ベイシティローラーズがですね、はい、カバーして日本ではこの曲はほとんど初めて知られたんじゃないですかね、そうそう、実は私もですね、はい、その当時は4シーズンはそれは好きでしたけど、この曲が4シーズンがオリジナルだってことは当時分かんなかった。やはりそうなんです、私も結構だからベスト版に入ってなかったんですよ。あ、なるほど。ベスト版1枚しか持ってなかったんで、あ、それぐらい そんなに日本では有名な曲ではなかったですね。要するに1枚組の当時のアナログベストには入ってない、まあ、2枚組になると入るっていう、そういう感じの曲だったんですね。なるほど、そうだったんですね、ということでですね、皆さんこれ何年ぶりかに聴く方もいらっしゃると思いますが、はい、聞いていただきたいと思います。ベイシティローラーズでバイバイベイビー。 If you hate me after all I say Can't put it off and love it. Just gotta tell her anywayThank you.
聴いていただきましたベイシティローラーズでバイバイベイビーでした。こういう形で同じ曲がいろんなアーティストで入ってるっても嬉しいですね。キャンテイクマイザーフユー、まあ有名な日本でもですね、はい、君の人に恋してるという素晴らしいタイトルで有名な、こちらボーイズタウンギャングのバージョンもちゃんと入ってますね。ナンシー・ウィルソンとかね、そうすごいですよね。ね、これはいかにこういういろんなアーティストに歌われてもいい曲なんだなってことがわかる。いやだから本当に私とかは逆にカバーバージョンからフランキーバリューした世代なので、いやそれでいいんですよ、それだけやっぱ愛された曲をね、このボブ・ゴーディオとしてはね書いてますね、書いてたということ、ね、いやダイアナ・ロスも書いてるんですね。逆にダイアナ・ロスも書いてるんですよね。でこれはもう発売にはなってるんですか、はい、輸入版で発売中でございます。オーディオウィズ G、はい、ちょっとタイトルからして非常に内容が分かりづらいんですけども、そうですね、もうぜひこれを機会にオーディオウィズ G っていうところで、サンズオブジャージーボーイ、サンズオブジャージーボーイ、ザミュージックオブボブゴーディオというですね、はい、ちょっと地味めなジャケットではありますが、そうなんです、ちょっと内容はですねホットでございますんでですね、はい、ぜひ買っていただければと思います。今日はですね、チャンタルの魅惑の輸入版コーナーからですね、ボブゴーディオのアンソロジー作品集を紹介していただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてまいりました青山ロックンロールレディオ、これにて終了です。これからもどんどん皆様に喜んでもらえる曲情報をお届けします。ご期待ください。お相手は宮地純一でした。青山ロックンロールレディオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしました。Thank you.